はい、皆さんこんにちは、まなみです。今回はこれです。ここにスーツケースが2つあるんですが、これね、スーツケースは防水だと勝手に思い込んでいろいろな、ね、工具とか入れといたんですが、なんかあれなのね、スーツケースって防水じゃなかったんですね、これね。だからね、ここね、結構入れたのが、ほら、これ、こういう風に水が溜まっちゃって、こんな感じで。で、こっちもね、こんな、サビがこっちょっと出ちゃってたりしてまーす。で、よいしょ、こことこもね、これね、こんなサビになっちゃってたりしてまーす。で、あるのか、ここにあるのと、よいしょ、これでしょ。よいしょ。で、このちっちゃいスーツケースの他にもう一個下に大きいのがあるんですが、そっちにもね、ちょっとね、工具、この耐水だと思って工具入れっぱなしにしちゃったんですよね。これ1個でしょ。もう一個大きいやつもあるんだけど、こっちもね、工具入れたんですが、ほら、なんかね、びちゃびちゃ。いや、参ったな。で、当然カビが、当然ね、防水だと思ったから、ほら、これ木炭も入れちゃったんだけど、びちゃびちゃだね。いや、まあ、参ったな、これ。で、こんな感じで、うわ、すげえね、水ね。水もこんなに漏れちゃったりしてて、こんな感じで、もう、みずみずしい工具になっちゃったんで、ちょっとね、なんとかしなきゃいけないな、ということで、ちょっとね、オイルで洗おうかな、というふうに思いました。で、オイルで洗うのに、これです。一応ね、こんなやつを用意しました。これ100均で買ったお玉と、これがなんだっけ、ザル。あとこれもティファールなんだけど、もうだいぶ使って焦げになっちゃったんで、もうこれいらないかなということで持ってきました。で、下はガスコンロね。で、これで、まあ、せっかくなんでね、エンジンオイル入れて、この温度計で温度測りながら、エンジンオイルを温めて、で、ここにどんどんとさっきの工具を全部入れて、まあ、温めたり緩かしたりして取り出して、で、油拭いて、とりあえず終了にしようかなというふうに思います。で、使い終わった油は、これね、これ、油っこ、食用油の種類で書いてあるんだけど、多分エンジンオイルにも使えると思うので、エンジンオイルにも入れて固めてみたいと思います。なんかよくよく見ると、これは1リットルで 34g とか倍ぐらい入れるといいって書いてあるんで、まあ、これの5分の、これ 500g なので、5分の1ぐらい入れれば1リッター。1.5リッターでそのくらい入れれば使えそうなので、そんな感じでやっていきたいと思います。入れる量ね、まあ、1.5リッター目安でやってみようかなというふうに思います。とりあえずエンジンオイルはね、いっぱいあるんだよ。じゃあとりあえずエンジンオイル入れてみようかな。この辺プラスチックは危ないで避けます。一応ね、こんな形でエンジンオイル取っといてたんで、これから入れようかな。なんか色がすごいけど、うわ、真っ黒。これを、これ1杯 500cc、 500 1000、よし、これで1500入りました。しかし、まあ黒いね。はい、そしたらとりあえず温度見てみっかね。今の油の温度はよ、33度です。一応ね、まあ80度ぐらいまで温めようかなというふうに思いますので、とりあえず今つけました。ちょっと風が強いけど、80度ぐらいになるまでちょっと待ちたいと思います。はい、ということで今ね、見たらもう87度、もう結構いい、こんなになっちゃった。暑いよ、結構。ちょっと今ね、温度じゃなくて、92度、ガスコンロの火は弱めました。結構弱めたので、でもあれかな、油だから一度温まったらちょっとしばらくは落ちないかもね。まあ、とりあえず今、いや、99度、100度、止めました。で、もうしょうがないので、とりあえずこれね、ちょっとサビサビになっちゃってるので、もうこれ入れちゃいます。なんかショックだな。よし、OK。今ね、99.3 度です。見える？ 99.3。これ入れちゃおうかな。とりあえず。で、なんかすごいね。一応100度ぐらいかな。今何度だろう。これね、今でも87度とか90度ぐらいになっちゃったよ。93度だって。なんか貝殻なんかこうやってやってるみたい。すげえ変な感じ。まだこう先っちょで90度だ。まあこれで少なくとも水分は取れるよね、きっとね。で、取れたのはこういうところに、とりあえずもう
ちょっと一回出しちゃうね。油切っておきます。こんな感じ。よし、一度全部取れました。こんな感じになったよ。すごいね。多分これで水分は取れたんじゃないかなと勝手に思ってます。そしたらこれちょっと一回このまま向こうに一回台から下ろします。重いかな。あとこっちでね、これまた入れていこっかな。ここら辺もちょっと入れたいけど、まずこういうやつからな。ちょっと温めつつ浸していきます。ただこっちね、よいしょ、一応これねタオルで拭いてここに入れていきます。 あ結構熱い。こんな感じかな。どうだろう、結構ね熱いよこれ。いい感じに熱いな。これ熱いな、素手でやれないかな。ちょあれ一回表面だけ拭く感じかな。すげえ熱いもん。すごいね、オイルだからしっかり中まで熱くなっちゃってるかもしれない。ということでまずねこれ外側だけ拭いてこっちに避けようかな。いや本当に熱いわ。でもこれで確実に水分は飛ぶだろうね。じゃあ今度はちょっと大物が多いんでこれ取ってあれかな、いくかな。よ、こういうのとかね、こういうのとかね、大物全部入れちゃいます。はい、ということでやっとね終わりました。こっちのスーツケースのやつはね全部工具出して、手提げ袋に入ってたやつも工具出して、でこの中に突っ込んで油エンジンオイルね、温めたエンジンオイルに突っ込んで、でここで拭いたということです。でねこれがエンジンオイルで使ったつけて全部一通り拭いたやつです。結構な量だったねこれ。ちょっと重いからどうやって運ぼうかなと思ってますけども、ということでね、やっとこれ一通り油につけたので、ここからねサビの進行とかはないかなというふうに思います。あとはちょっと部屋に戻ってメンテナンスチックなことをしたいと思います。なんかね結構ね油が入ったままになったりするのもあるし、ちょっとねちゃんとしたサビチェックもしたいので、この後ね部屋に持って行って一通りねぐるっと見てみたいと思います。それで一回これ下げます。じゃあ最後にね、これ温めてこいつをね投入します。油っこ、一応食用油の処理なんだけど、これでもねできるっていうことのはずなのでやってみます。一度80度以上で溶けるっていうんで80度まで上げます。今ね測り持ってきました。一応これで測ろうね。あ、もうなんかやばそうから一回止めます。何度になったんだろう。えい、95度、100度ぐらいありそうだね。あ、やばい、100度超えてる。じゃあもうこれでよくと100度超えちゃいました。ということでじゃあこれで今度こっちだね。はい、じゃあ今度これでね、これに固めるテンプルじゃない、固めるやつを入れてやります。でここね今ゼロになってます。ちょっと見えづらいけど勘弁して。一応これの説明書には1リットルの油に対して 34g になってるのね。で 1.5 キロなので34の 1.5 倍、34、17足して44、51g でいいんだけど、なんかね他の人の動画見たらねやっぱ倍ぐらい入れないといけないっていうんで、今回あれなんで 100g 入れたいと思います。で今ここ見るとこれでゼロになったので、ここから開けたので 100g 入れていきます。ここから 100g 入れます。よ、OK、 今 100g 入りました。そしたらここに入れるんだね。
はい、全部入りました。これでこれを溶かすらしいんだけど、これわかんないわ。わかるかな、溶けるのかな、どうなんだろう。これであれなら溶ければ救えないのかな。こういう感じでまだ救えるよ。溶けたっぽい。今何度だろうね。今全溶けしてんだけど、今度測ってみます。今ちょうどこんな感じかも。見えるかな、 82.5 とか81になってる。これ今ねそのくらいみたいです。なのでもうあとね、じゃあこれ、もうないからね、じゃああとはこのまま固まると信じてあそこのスーツケースの中に入れとこうかな。なんかまだ雨ね、ちょっと今外でやってるから雨が降るかもしれないってことなので、このままそーっとスーツケースの中に入れちゃいます。大きい方ね。これまだだったやつです。今ねいきなり出てきたんで拭いてます。ちょっとショック。これはもうしょうがないのでね、そんなに錆びてるわけでもなさそうなので、これはね、あ、これちょっとあれだけど、これはとりあえずこのまま拭いて後で仕上げでやろうかな。仕上げのさっきのやつのね、仕上げと一緒にこれも綺麗にしていきたいと思います。ちょっと失敗したな。ちょメッキしてあるからね、なんとかダメなのも上がりそうだけど、じゃあね、この箱これに入れて持って上がります。はい、ということで部屋に戻ってきました。でこれね、さっき油につけたり拭き取ったりして水分飛ばしたつもりの工具たちになります。でこれからちょっとね、いろいろ拭いて分けていきたいと思います。一応ねこのカバンが、大きいカバンと黒いやつと大きいのね、この中くらいのピンク色のやつと、この筆箱を使った青いやつ、これがあるので、これにね拭いたやつはどんどんこういうところに入れていきたいと思います。黒いのは大物で、これはまあ小物というか、ここに入るやつを入れて、でこれにも、まあ、これはねスパナとか入れたので、まあ、そういったものをここに入れて拭いて入れていきたいと思います。とりあえず拭いていきます。というわけで、これ全部ねなんとか拭き取りました。こっちがねスパナ系で、こっちがあのそれ以外ハサム系とかドライバーとか長物が多いです。で、ここにはこれね、コマを拭いたのね、ここに入れました。よし、ということで結構ね時間はかかりましたが、なんとかね全部拭きできてよかったです。で、まあ、これはちょっと置いといて、これですね、これね、あのどうもね中に油が入っちゃって、こんな感じでね漏れちゃうので、ちょっと開けて掃除というかね、開けてまあ掃除してね、ちょっと組み直したいと思います。ということでね、これからねばらしていきたいと思います。一応中掃除して、これねドライタイプ無溶剤のシリコンありますね、これ塗ってね仕上げたいと思います。ということで、だどうしようかな、まあ、ちょっと大きい見やすいのやつでやるかね。これなんか、これ2分の1のラチェットです。これね、確かね、ストレートで、だいぶ昔にストレートでね、買ったやつですね。セットのやつ、このフラッグっていう、多分やつだと思うんですが、これね、これの2分の1のセット、結構いっぱい入ってるやつでしたけども、まあ、それのやつです。で、とりあえずそれですね。で、これもやっぱり、ここ、すごく、ダメなので、ここね、ちょっとバラして、中見てみたいと思います。一応、まあ、これプラスなんで、プラスで取れる。すごいね、もう何もしないとこうやってあれが出てくる、エンジンオイル見える、これただ今緩めただけなのに、こうやってねほらエンジンオイルがひたひたと出ちゃってるんでね、動きは別に悪くないんだけどね、エンジンオイル溜まりまくってんでしょう。なのでとりあえずこれね取るということですね。1個取って、あ、これもしかしてネジロック剤塗ってあったかもしれない、まあいいや、危ない。よし、ということで今ねまずネジが2本取れました。まずこれね、拭き拭きしますからね、ネジね。
よし、じゃネジ取りました。あとこれね、カバーも綺麗にするということかな。油取って、いえ、ピカ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 というかいい感じ。ただね、中コマ見ますよ。これが一番大事なやつなのかな。これ何いくつだったかな、36とかくらいなのかな。まあね、多分この中もね、水入っててやばかったと思うので、まあ、こうやってね、エンジンオイルまみれになって、とりあえずは良かったかなというふうに思ってます。あとエンジンオイルってすごいよね、こういう金属にくっついたらへばりついちゃってるんだよね。さすがにエンジン守るオイルだけあってすげえなというふうに思いました。この中はあれかな、綿棒あるんで綿棒でちょっと拭いてみます。ここね、ここ、ということでね、これね、32マイバーでした。まあね、吹きながら数えて32です。ということで、まあ、とりあえずここまで綺麗になったかな。そしたらここね、すごいね、この中、ここはこんな感じでちょっと拭こうかな。ここもバラしたいんだけど、ちょっと多分これかしめ止まってる感じなんだよね、ここね、ここ。なのでちょっとね、ここは触らないです。どうしようかな、なんかこの間ずっと油漏れちゃうから、これね、パーツクリーナーでこの中洗っちゃいます。よし、いい感じですね。これね、ここで多分これ左右やっても大丈夫かなというふうに思います。どう、ほら、左右のね、切り替えもちゃんとできます。ちょっとね、さっき硬かったんだけど、ここにね、スプリングが入ってて、多分棒かなんかをこっちに押して、でこれ切り替えるとスプリングが引っ込んでね、でこっち側になるとまた出てきてロックされるという感じなんだと思います。はい、でこのね、切り替えも結構いい感じです。こっちもいい感じ。あとこのギアの方も油ちょっと流しちゃいます。ただこれもね、一通り油落としましょうかね。こっちもね、そしたらね、これ組み込んできますね。とりあえずこれにこいつね入れるんですが、まあ、せっかくなのでこのね、ドライタイプ、何も入ってない単なるシリコンのスプレーです。これを組みます。ここにね、やっぱりちょっと一周シリコンが行き渡るように、こんな感じでスプレーしました。あとこっち側もね、可動部分ちょっとスプレー入れておきます。そしたらまあこれを入れて上げるということですね。まあ見てわかると思いますが、このね、このギアがこうやってね、左右にこうやって、ね、切り替わることによってこの回転方向が変わるということですね。こういう感じね、今こっち側回るときにはこうやってね、これ下の刃がカチ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 と触れてるんだけど、反対側に回そうとしてもこれは反対側には行かないようになってますから、逆には回らないと。で裏のこのノッチを変えることによって、今度これね、受ける方向がこっちからこっちに受けが変わったということで、今度こっちがね、こうやって回っていくと、で逆になると止まって入らないと、まあ、そんな感じでね、これの回転を制御しているということですね。はい、ということでね、とりあえずこんな感じでいいですね。こんな、まあ、注油と清掃が終わったので蓋閉めていきます。これをここにこちら入れるということですね。で反対側から2本のネジを入れてあげるということ。最初はね、手で入れて
そしたら固く締めるまでは電動できます。反対側も。蹴ったら最後ね、グッと本締めして、で OK です。これでこいつのね、リペアなんていうんだろう、清掃、掃除かな、これをね、分解清掃が終わりました。あとね、注油シリコンちょっと入れたんでね、これでまた元のように使えるかなというふうに思います。結構いい感じで ね。でこっち側にしたら、もう反対側で動くという感じです。ちょっとね、リス入れたところちょっと漏れますが、まあ、これはね、チキ止まるでしょうということです。はい、とりあえず今1個終わりました。あとね、同じようにしてここにあるね、ラチェットレンチを、あと全部8分の3のやつですけどね、あとこちら全部やって洗っていきたいと思います。はい、ということで、これね、綺麗さっぱりと全部ね、中バラしてメンテナンスをしました。これでね、一応ね、サビもなく機能回復したかなというふうに思います。ちゃんとね、いい感じで動作するのでいいと思います。ようやっとだ。ただ最後にね、あとまたエンジンオイルをね、見てみたいと思います。ということで、こちらエンジンオイルです。でね、これね、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、これなぜかスーツケース逆さまになってて、慌ててひっくり返して開けたんですが、ただね、やっぱこうやってちょっといろいろついちゃいました。この網とかね、ついちゃったみたい。だけどまあね、こうやってごっそりとちゃんと固まってるので、これであれ良かったなというふうに思います。あ、やっぱりね、通常の倍ぐらいのヤーツでいいんですね、きっとね。で今このくらいになってます。こんな感じね。ということで、今ちょっとあれが、これがちょうどあれだね、テックラ狩りになってるな、ちょっと待って。というわけでこんな感じになりました。俺ビニール持ってくの忘れた。はい、ということでね、こいつね、燃えるゴミで捨てれるはずなので、ビニール袋ね、これ持ってきました。これにね、入れて、まあゴミ箱に捨てたいと思います。一応いらないの持ってきました。これに入れるんだけど、なんかね、これもう柔らかくなっちゃってんだよね。ほら、こんな感じ。これね、お玉でこうやって引っかいてんだけど、これゼリーみたい。こんな感じで、お、もうあれだね、外もあったかいから多分すごく柔らかくなって外れちゃってるね。よっ、こんな感じで、よいしょ、小分けにしてビニールに分け入れてあげればね。これでね、燃えるゴミでこれ捨てられるんでね、いいと思います。で拭いた、出したらね、あともうこれウエスで拭いて、こんな感じでね、拭いて、よいしょ、あとこっちもね、こっちも拭いてあげればいいんじゃないかな。よし、綺麗になった。そしたらあとはね、これね、もう燃えるゴミとして捨てれるので、このままよっ、空気抜いて、よいしょ、でもう一個今回袋用意したんで、これで二重にね、袋詰めて、よいしょ、 OK です。これで持ってきたゴミ箱にこれを、よいしょ、捨てれば OK だと思います。ということで今回はここまでです。サビサビになってね、水に浸かっちゃった工具をね、一応さっきの、ね、油の中につけて、そして温めてね、で温めた後に取り出して油を取って、それから上に持っていって、本格的にね、綺麗に拭いたということになります。まあ、こんな感じでね、綺麗にできたと。ソケットのコマもね、綺麗になってます。すごくね、綺麗になって良かったと思います。一応ね、こんな感じ。一応ね、これは工具の方は油拭いただけなので、一応ね、あまり良くないのかもしれないけど、うっすらとエンジンオイルの膜がまああるのかなということなので、そうそうそんなに簡単には錆びない、まあ錆びにくくなったかなというふうに思ってます。まあ触るときちょっとね、ネトッとするのかもしれないですけど、まあそれはね、工具なので、工具ね、使い終わったら手を洗いますしね、いいかなというふうに思います。
思います。なかなかちょっとかなり油油してるのかな、まあいいや。であともう一個ね、これねソケットレンチ、こいつはね一応バラして中ね注油してシリコン塗ってね注油していつでも使えるように、しました。全部ね同じような形で、まあ、メンテナンスできてよかったなというふうに思います。ということで今回の動画ね良、かったなと思ったら、まあねグッドボタンいただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、このチャンネルは DIY できそうなものがあったら何でも挑戦することを元としています。チャンネル登録やねグッドボタンなんかもねよろしくお願いします。グッドボタンね。それではまたね、バイバイ。エンジンオイル、これであれかな、処分が簡単になるかな、どうだろう。